でですね、うん、関水馬長組の時に有名なエピソードがですね、うん、曹操とタッチ話っていうかですね、馬に乗ったまま話したっていうのが有名な話であるんですね、うん、要するに、ちょっとね、うん、話しようよっていうことで、うん、曹操を誘って、うん、で曹操と、うん、関水が2人馬に乗って、うん、馬に乗ったまま、まあ、いわゆる立ち話ですね、今で言う。それはまあ、井戸端みたいな。そう、今は、今で言う立ち話みたいな、その時はまあ、馬話っていうんですか。正式名称では、工場語っていうらしいんですけど。ああ、そうなんだ。で、義の時に言った、うん、曹操のボディーガードで、巨著って言いましたけれども、うん、巨著が曹操のところについてて、うん、で、遠くから、馬長が見てたっていう。うん、で、話が終わった。で、なんか2人はですね、その時、うん、昔何十年も前に曹操と関水ってちょっと落葉でね、うん、ちょっと会ったことあったらしくて、うん、その時なんか思い出話に花を咲かせて、うん、あんまりこの戦争の話とかはしなかったらしいんですね、うん、だけど馬長は後から関水に何を話したんだよって聞いたら、うん、いや別にって言ったんですって関水は、うん、それでなんか曹操となんかこう秘密の話でもしてたのかな、俺を裏切るみたいな感じで疑って、うん、ちょっとな馬長と関水仲悪くなったっていう、まあ、話もあるんですね、うん、で馬長はほら結構血気盛んなところがありますから、うん、なんだっていうようなことがあって、で巨長が要するに馬長の前にちょっと立ちはだかって、うん、で巨長ってやっぱり結構強い人で、あ、その前にですね、はい、馬長が曹操を、うん、あわよくば殺しかけた戦争があったんですよ。それを巨長が助けたんですね、うん、そういう話もちょっとその前にあったので、巨長がその場にいたんで、うん、巨長はほら馬長ってほら曹操を殺しかけた人だから、うん、ちょっと前に立ちはだかってちょっと睨み聞かせてて、うん、で馬長は馬長で、まあ、やっぱちょっと睨み聞かせてたみたいなね、うん、まあ、そういう微妙な人間関係がちょっと面白いエピソードなんですけど、この要するに立ち話はどうなんですか、そういう光景って浮かばないんですか、うん、ちょっと創作入ってる可能性はあるけど、でも、ええ、やっぱり、ええ、なんかこうこいつならうまい書き引きできんじゃないかなっていうお互いの腹積もりはあった気がする。あ、そうなんですか、うん、ええ、だからそういう話の内容は分かんないけども、ええ、まあちょっと話して分かる相手かもしれないって期待した部分はあったんじゃないかなって、お互いに。でも結局思った通りにはならなかった、お互い。やっぱりほらさ、うん、国の頭みたいな立場だからさ、ええ、自分の一存で決まるわけじゃないじゃない。あ、そうですね、うん、そう、まあその後で戦争して、うん、結局負けちゃうわけですね、うんうん、でですね、うん、まあ、関水は、うん、最後の方結構弱気になったらしいんですよ。もう70過ぎてて曹操にも負けて、うん、でもうね、劉備んとこにでも行ってお世話になろうかって言ったんですって。はあ、そしたら部下たちが、うん、いやいやもう一暴れぐらいできますよ、頑張りましょうよって、そっか頑張るかって言ってたら、そのすぐ後ぐらいに死んじゃったんですけど、うん、要するに誰の下にもつかずに30年以上暴れ続けた関水が、うん、最後の最後にちょっと弱気になって、劉備、うん、のところにも行ってお世話になろうかな、馬長も行ったしみたいなね、ことを言ったっていうんですけど、うん、これは本当なんですかね。それは本当かどうか分かんないけど、その時ね、なんか病気っぽかったよね。あ、病気っぽかったですね、うんうん、今でいうがんとかそんな感じのさ、長期患う。あ、本当ですか。じわりじわりとさ、おかしいな最近と思うような、あ、急に来て急にみたいな病気ではなくて、じわりじわりと衰えて。なるほど。でもあれですよね、関水って、うんうん、そういうような弱気になるようなことって言わない男だったですよね、それまでは。おそらくやっぱりさすがになんかこれやばいぞみたいな症状が出始めるとさ、なるほどね、大軍を率いてって自分がもし何かがあった時どう収拾つけんだよっていう不安も出てくるじゃない。うん、そうですね。そういう意味でちょっと弱音を吐いた可能性はあるけど、うん、でもまだまだいける気は少しは残ってて、あ、やっぱりね、劉備のとこで世話になろうかなってもし言ったとしたら、ね、世話になって何かそこ で自分にできるお役目を果たす気ではいたよね。あ、なるほどね。まるっきり世話になる気なんかなくて。あ、なるほど。うん、